はい、どうもカッパ園長です。じゃあね、この LGBT の話もね、もう散々動画チャンネルでねお伝えしてきましたけども、どう考えたってもう悪法も悪法、こんなの日本にね、成立させたらダメだったわけじゃないですかね。でまあそのね、でまあこの原因っていうか理由っていうかさ、だって我々日本生まれ日本育ちの日本国民のためになってないんだからさね。この辺の説明はもうずっとね、生まれながらの性別が女性の、ね、日本国民、ね、日本人女性が大変なことになりますよと、でね、要はこの厚労省が、要はこの性自認が、要は女性、性自認が女性とは言わないな、まあ、性自認、要はこの心の中では16歳の少女でもこう見るからにぶら下げたただのおっさんが、例えば女湯とか、ね、トイレとか、そういうところにこの入れねえように、入るんじゃねえよと、厚労省からなんかそういう達しが出たんですよね。だからよな、言ってんじゃんな。でもトイレは含まれないのかな、これちょっと見にくいんですけどね。この各都道府県、保健所設置市特別区、衛生主幹部、局長殿っていうことで、まあ、厚生労働省、医薬生活、衛生局、生活衛生課長っていう名義で、まあなんか文書が飛んだんですよね。これ公文書でしょ。公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室、だから風呂ですね、女湯です。お風呂、これスパとかも含まれるのかな、岩盤浴とか、まあ何にせよそういう施設の男女に分かれた男女の取り扱いについてっていう内容なんですよね。公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室については、公衆浴場における衛生等、管理要領等について、平成12年12月15日付、政営発第18111号厚生省生活衛生局長通知の、なんだろうこれ、別で2って書いてあるんだよな。公衆浴場における衛生等管理要領及び、別の3、旅館業における衛生等管理要領において、おおむね7歳以上の男女を混浴させないことなどと定めていると。でこれらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から身体的特徴を持って判断するものであり、だから生まれながらの性別に従うってことですよね。だからぶら下げたまんまの野郎はね、いくらね、心の中は、では心は16歳の少女だと言い張ってもダメっていうことですよね。そうだよね。で、浴場業及び旅館業の営業者は、例えば体は男性、心は女性のものが女湯に入らないようにする必要があるものと考えているので、都道府県、保健所設置し及び特別区におかれては、ご領地の上、期間内の浴場業及び旅館業の営業者に対する周知や指導などについて、ご配慮お願いいたしますと。なお本通知は地方自治法、昭和22年、法律第67号第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である旨申し添えます。もう最後ちょっと引っかかるな。なんだろうこれ。強制力はあるのかな。あるんだよな。要はあれでしょ。ね。いくら性自認、ね、心の中では、ね、心は16歳の少女だったとしても、ね、女湯に入るわけにはいかない。当たり前だよな。だからさ、ね、わざわざこんなことしなきゃならないんだから、ね、いや、いらんことやんなきゃよかっただけじゃねえかよな。
まあ、実際こんなねわざわざお触れが、ね、出されるってことはそういうことがもう全国各地で起きている、ね、で今後増えていくだろうってことを、ね、政府、ね、役所も役、ね、この政治や連中、政治や連中はどうだろうな、まあ、あいつらも知っててやっぱり仕掛けてきたからね、うん、役所の連中だって分かってるわけだよね、うん、なんで止めねえんだよな、うん、なんでそもそもこんなもん成立させたんだよって。たださこれ通達だけじゃなくてこれ法律でねきっちり決めといてくんねえかなあ、なあ、うん、だから結局このね LGBT 理解増進法なんていうわけのわからんもんね必要なかったし、ね、こんなもん認めたらダメだったってことの一つの証明だろこんなの、うん、ただただ社会を混乱させただけじゃん余計に。だからこれいよいよさね、うん、まあもしかしたら今更っていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕はもうこんなもんとっとと廃案にするべきだと思いますんで、うん、あとやっぱりこれを推進してたやつらね、うん、まあもう正体は反日売国税ってバレてますから余計ですよね。関わったやつも片っ端からとっ捕まえてぶち込むべきだと思いますけどね。だってこんなもん結局さね、わざわざこういうねお触れを後から出すってことは、ね、日本社会が要は混乱させられたわけでしょ。でそれをこの政府、ね、役所の連中も分かってたし認めたっていうことだよね。ってことはね、生まれながらの性別が女性の、だから日本人女性が危険な目に遭うってこと分かってたってことだよね。少なくとも現時点ではそれを認識してるからわざわざこういうね、うん、男女別でここで言う男女、ね、女性とは生まれながらの性別が女性、ね、男性とは、ね、生まれながらの性別が男性のぶら下がってるやつだ、こいつが女湯に入るのはダメだ徹底せえってわざわざ出したわけだよね、うん、ってことはこのままじゃこれを悪用してね、日本人女性が危険な目に遭う、少なくとも今のこの現時点ではそう認識してるってことだよな、うん、いや今よくよく、いや 今気づいたんですよってなわけねえだろ、うん、いやもう犯罪ですよ犯罪ね。だからなんていうのかな、このいわゆるこの幇助よりももっと上だな、主導してるんだからね、うん、だから犯罪者としてね、これをこの押してたやつら、うん、で実際これわざわざこんなもんね、この設定して用意しちまった、うん、だからもう関わったやつら全員しょっぴけよ、犯罪者だよ犯罪者、うん、なんだったらもう性犯罪者って言っていいと思うぞ、うん、ねえ、だってえだなんだ、もうちょっとなんか言い換えたらなんだろうな、強姦未遂、これを何だろうな、薬物でいう要は作る側みたいな扱いで、だから最上級だよね。だからそれをやりたい放題やれるようにね、世の中変えやがったんだからさ、一番罪重く問うべきだよね。とりあえず見せしめじゃないけどね、まあそもそも首謀者たちだからな、うん、もう岸田坪井民党、まあ坪井民党だけじゃないですけどね、うん、そうそうたるメンバーだから稲田さんたちですよね、うん、とりあえず逮捕しろよ、うん、ふざけやがって。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。